皆様こんにちは、こんばんは、ふうです。本日は購入品としまして、本日発売のプリパラ公式ファンブックと、もう発売されているあやかつスターズの公式ファンブックと、チャオの3月号を紹介したいと思います。詳細は、確認したら、公式ファンブックに載っているものと同じだったので、今回ちょっとチャオの紹介は、省略したいと思いますので、ファンブックの方で、情報とか紹介していこうと思います。まずプリパラは、付録ですね。まずこちらが、ドリチケパティシエスイートチョココーデ。こちら、バレンタインコーデが色違いピンクのものが、配置されますね。そして、ドリトモチケ、ジュリー、ジャニス、ダーラ、で、あと、ソラミじゃないや、ドレッシングバフェの3人の、プチューコーデの、ドリトモチケ。そして、ポスターがついています。で、まあ、内容としては、で、ブリチケは、今日ちょっと一回いけたので使ってきました。こんな感じですね。はい、ジャニースとジュリーが乗って、ラーラとの姉妹ですね。そして、友チケがジュリーで、裏面がジャニースになっています。そして、内容としては、まあ、まずコーデの紹介で、多分カビ6段のコーデも一緒に載っていますね。はい、こちらね、紙コーデ。ちょっとこちらまだトップスとシューズ、大会参加できなかったので、ちょっとなんとか排出できたらいいなと思っています。あと、紙ドレスコーデですね。そして、ジャニスのエデンコーデ。で、まあ、他はこんな感じ。ちょっとね、省略しちゃうんですけど、多分、容量が落ちそうなので。はい。でも結構この動画を見てくださってる方、結構プリパラされてる方がやっぱり多いので、まあ、まあねって、あんま喋ってもっていう感じなんですけど、まあ、詳細は神ティアラは、神アイドルグランプリファイナルということで、こちらは媒体で、媒体って言ってしまった。兄弟で、プレイすることができます。こちらとっても楽しみですね。なんか、グランプリシリーズの全5種だから、多分今までのでも出るのかな。楽しみです。で、全部ゲットすると、髪型が解放ですね。そして、なんか個人的に気になったのは、これ。超レアコラボ。幻のレッドフラッシュコーデ。これ映画に合わせて、梅のレッドフラッシュの、あるじゃないですか、梅の。あれが発売されるみたいで、それに、どうやミニプリチケがついてるみたいです。これ娘がめっちゃこれ欲しいって言ってましたね。なので、ちょっとまたレッドフラッシュ買いたいな、と思っています。そして、こちらが、モーリー系列の、また、劇場、コーデの排出があります。日付はまだ書いてないので、近々、詳細出るとは思います。あ、でも、あとは、メガドレイン、最近やってないな。やろう。ちょっと独り言になっちゃいましたけど。映画の情報とか、あと4月からのアニメの情報とかも載っていました。で、プリパラがこんな感じで、アイカツスターズ、こちらですね。で、S4 決定戦が始まりました。プリパラしていた時にちょっと S4 決定戦もちょっとプレイしてきまして、あと一つで一応今所属している歌組のは、OK になるんですけど、ちょっとなかなかコーデが揃ってなくて、ちょっと強いものがないので、ちょっと微妙なラインなので、ちょっとレベルを上げてからと思い、ちょっと今回はやめてきましたが、まあ、情報とすると、まずこちら付録で、今回は、これ1段から5段も全部入ってるポスターですね。コーデ一覧で全部載っています。そして、今回の排出は、もうキャンペーンレア、キャンペーンレアとキャンペーンノーマルしかカードがないので、比較的に排出しやすいかなと思います。そして、まあ、コーデが載っていて、まあ、イベントも今、シーズンスプリングからウィンターまでの全コーデが配置できるものと、あと S4 決定戦か。これですね、今言ってた。4シーズンのカードがゲットできるこのキャンペーンと、で、これが昨日から始まっている、
アイカツカードですね、キャンペーン。これね、全然かすりませんでした。今日ダメでしたね。はい。で、多分これが DS かな。で、アニメも S4 決定戦ね、入りますね。ちょっと最近アニメは見れてなくてですね。はい、息子がちょっとスイミングの時間を変えたのもあって、全然見れてないので、最近 YouTube とかで見てるような感じです。で、こちらが、プロモカードの一覧とか載ってた。まあ、詳細がこんな感じですかね。はい。ということで、ちょっと簡単な紹介でしたが、今回は購入品を、紹介しました。はい。チャオもね、載せてこんな感じです。最後までご視聴していただきありがとうございました。